ワシーリー・イリーチ・サホーノフは、ロシアのピアニスト、指揮者、音楽教師、作曲家。カフカス地方で、コサックの家系のロシア人将校の家庭に生まれる。サンクト・ペテルブルクで教育を受け、法学学士号を取得する傍ら、1881年より、ペテルブルク音楽院に入学、1885年に、大金メダルを得て、ピアノ科を修了した。テオドール・レシェキツキと、 ザレンバにも支持する。作曲家としては特に成功しなかったが、連達の音楽教師として成功し、1889年には、モスクワ音楽院院長に就任した。ニューヨークナショナル音楽院の院長も務めた。ピアノの門弟に、アレクサンドル・スクリャービン、ヨゼフ・レビーン、ロジーナ・ベッシー、ニコライ・メトネルらがいる。スクリャービン作品に要求される、精明なペダル操作は、 サフォーノフの影響にあると言われる。ラフマニノフとは折り合いが悪かった。教育界から退いた後、指揮者として有名になり、ヨーロッパのほとんど全ての主要なオーケストラに客演した。決して指揮棒を使おうとなかったために、当時の聴衆は狐につままれたような気分になったと言われる。ワシーリー・サフォーノフとモスクは音楽院の彼の生徒たち、ロジーナ・ベッシー。 アレクサンドル・ゲディケ、エレーナ・ベクマン・シチェルビナ、オリンピア・ダ・ダルダ・ショワ、アグライダ・フリードマン。ありがとうございます。